平成18年のね、問い算の問題です。電力をね、出す問題ですけど、これはですね、あのー、R 分の V 字乗 O とね、I 字乗 R ですな、ね。この2つの公式をね、えー、使い分けて、えー、答えを出すというパターンになります。 まずはあの3オームと4オームの,ねえーこの直列の回路のですねインピーダンスを出しましてねそれでえ非相電流を出すとでえその非相電流の事情に3オームかけたものとを3200から引いたものがえ R での消費電力とこういうことになります。